パート中の whatever のコーナーでは、c o m p l e m e n t i n g someone's clothes。ゆうこの girls talk 金子。girls t a が戻ってきました。c o m p l e m e n t i n g まあ別に洋服じゃなくてもなんか compliment 人を compliment するっていうことはすごくいいことなんだけども。うん 1>, <laughs> 1日は1回するし,した方がいいっていうあの人もいるし,いるしね友達であの、朝さ車で窓越しあお姉さん綺麗だねとかさいやそれってナンパじゃないの、うん、じゃな普<通>に <laughs> の彼は朝、ね、あの通りがかりの男の人にあ綺麗だねって言われたらその人なんか一日気持ちよくすなそれいい人だねそれっていいコンプリメント、褒める、うん、だから誰かを褒めるときに何て言えばいいんでしょう y o l o o k so beautiful、uh, とか o u r e so beautiful って言われたらまあねなんて言えばおお、<laughs> <laughs> oh, Thank you しか言えないよねまずこっちで誰かをコンプリメントするときって日本とはちょっと答え方その対応し方っていうのかなが違って日本人ってなんか褒められると いやいやとか、こう、なんか、こうな、なんていうの、うん、手をこうこうやって、みんな見えないけど、こう、こうなんていうの、シェイクして <laughs> <あ>、いやいやって言う。ね、そ,う言うそうそうそう、だ、うん、けど、こっちで、oh thank you thank you って言って、I got it at なんとか、例えば、oh my おぉ、アカネ、your sweater is so cute! and then アカネ would say, Oh, thank you. I got it at Club Monaco. I got it at Gap. うん。だからってすぐなんかそれがなんかこっちのナチュラルなリアクション<ー>になるんだけれども、うんえー、日本人でよくこういやいや,いやそんなことないっていうノノノノって言ってしまうんだけども、うん、それを言っちゃうと逆になんかほコ、えー、ンプメントした方になんか失礼な感じがする、うん、と私は思うんだけれども。 例えば、ちょっと話しけど、まうけどギフトなんかもらってさ、うん、あこれあの、つまんないもんですけどって渡して <laughs>、うんね、まずつまんないもんですけどとか、うん、そういうとこがから始まるんだけどもさで、それであ,ありがとうございますって,って必ずこうどっか寄せに置いちゃうか、ね、らうん、ちょっと,とあどうもありがとうってさ、パッと開けてさ、もう渡す人もすぐ見てもらいたいという気持ちになる。うんうん ね、でも,うもうすぐ開けちゃうよねもらった人もやっぱりこの人ね自分何かこれ私の好きなもんくれたんかどうかもやっぱ気になってるだろうから開けてみて開けてみてあこれいいねーってこれ欲しかったのよとかさその場でギフト、うん、もらったギフトその場で開けるっていう感じ、うん、その辺のカルチャーはやっぱり違うよね 横に置いててっか開けるで必要なね、例えば、それが自分の嫌いなもんだったらさ、気気使っちゃうからね、ここでは全然そんなこと考えずに、もう、ね、開けたい、本当、本音はね、開けたいんでしょ、プレゼントもらったらすぐに開けたいっていう感じだから、それはもう、Go ahead って感じで、カナダではもう開けて、で、Thank you so much って言って、アクセプトしたら。見 けこの人喜んでもらえるかなって気になってるしさ、mm hmm. ね開ける人もらった側もさ、mm hmm. この人どんな私はどんなふうに、ね、喜ぶか気になってるって常に思ってるからさでも OK let's let talk about the different ways to c o m p l i m e n t someone's clothing tag! I love your jean jacket That's a great jean jacket where'd you get it? and then or Akane your jacket is fabulous <laughs> もうこっちで大げさに言っちゃうんだけどね、本当にね<ー>本当かもしれないけども、うん、大げさに言ってそれがなんかもう当たり前のこう <laughs> 習慣的な,、ね、うなってるからさ最初はなんかやっぱり言われると。なんか そんなことないよじゃなくて本当にそう思ってるとかちょっと恥ずかしいけど、ね「r うそう d いうって返してたんだけど、うん、最近はありがとうって、うん、でどこで買ったのってかここでこうでねって最近ちょっと慣れてきてっていう感じでそれがなんかもう全然かこ,っちにこっちにいると全然もう考えなくてもそれがなんか普通になってくるよねんだ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 んちょっと慣れてきたかなっていう感じそうん「う so, Your sweater is fabulous!、ね」かね ?You say「Well, thank you!」 I love it love too、うん、別にそ,れそういう感じで全然大丈夫だし私も好きなのよって言っても全然こっちの人はそういうふうに答えるし、うんうん um, or 逆に、「really?」って聞いても全然 OK だし「うん、you really? you like it? <ー>」で向こうが「oh yeah, I love it!」<ー>でそこから会話が始まる。 自由なな感じなんだけどねで日本人はよくかわいいっていう日本語ではかわいいっていう言葉なんだけども, <laughs> もうこっちでもまあだんだんなだん,だんでもなんでもキュートキュートになってきたんだけども <laughs>、うん、キュート以外になんか言葉があればすごくなんか会話もまたそ,そこで広がっていくっていう感じするんだけども、うんうん、例えばどんな言葉あるのキュート以外、うん、ファビュースファビュース以外 <laughs>、um, Oh, that's hot!that's、oh. hot!or well,that's really cool! テレフィックってよく言うと、フィックあれっていうのは洋服にもとかの褒めるのにも使ええとね、褒めるときにはあんまり、テレフィックっていうのは、好意に褒めてる。You've done a terrific job. You've done a terrific job. そういうのが難しいよね。Gorgeous っていうのはすごくきれいっていうことだから使えるし Pretty も That's a very pretty earring or something.That's a very pretty dress you're wearing とかものの形容詞物に対する形容詞を使えれば全然 That is なんとかって言えば Oh I love your なんとか That is very beautifulLove っていう言葉をよく 使うんだけども、うん、だな本当にかこんなに簡単なあれ会話でも、うん、I love って言っても別に愛してるじゃなく、うん、わけでもないし、うん、あすごく好きだ,、うん、好きだよ、うん、かわいいねっていうニュアンスなんだけども、ね、別に、I love it が大好きでもないし、うん、すごくかわいいねっていうような。うんうん、現地のこのこ会話でよくやとかでよくとか I it love とか。も、う love っていう言葉がすごく何でも何でも出てくるんだけどね、こういうシチュエーションには。ちょっと盗み聞きじゃないけど、ああ、なるほどね。使えるっていう感じがする。今の子はこういうこと話すんだな。そうそうそう、それが一番いいと思う。街歩きながら英語を聞いて、あこういう時に使ってるんだなって、それはすごくいいよね、カナダに住んでて。